この音聞こえます？揃えてる感じ。こんな感じですね。皮膚が弱いのかわからないですけど、血出やすいですよ。はい、おはようございます。三条期大学生です。違う。はい、おはようございます。三条期大学生です。今回はですね、ハゲに仕方、たくさん質問いただきました。どうやってそんなに朝早くから坊主してるんですか。坊主っていうかスキンヘッドですね。それのやり方を知りたいという方がたくさんいたので、その大きな需要に応えるため、大学生のスキンヘッドの仕方ということで少し進めていけたらなと思います。よく動画見てくれる人は気づいてると思うんですけど、髪の毛この動画用に2日間3日間ぐらい伸ばしました。2日間半分ぐらいかな、伸ばしました。今3日目の朝っていう感じです。こんな感じです。覚えておいてください。じゃあ剃っていきます。だいたいその時間朝で、まず超早い持ってスッキリさせます。でシャワーの温度はもう熱々です。熱々にしておいてください。体も起こしたいという気持ちあるんで、どうでしょう、カメラが倒れて股間が落ちるのだけは避けたいなと思っております。あー、スッキリしましたね。これだけでテンション上がってきます。ボディーソープです。髪の毛剃るためにシャンプーでやるんじゃなくて、ボディーソープでやるんですよ。意外にシャンプーよりもボディーソープの方が剃りやすかったです。剃るっていう面においていろいろ試しました。僕もボディーソープ、シャンプー、コンディショナーとか、あとなんかよくわからんのがやりましたけど、やっぱボディーソープが一番良かったですね。ボディーソープはダブル、普通のやつです。それで入れてもらって、まあ、適当にワンプッシュかツープッシュで、こうやって泡立てていきます。こんな感じですね。いつもここまでは泡立てないですけど、まあ、剃るときに剃ってるところか剃ってないところかを分からせるために、全体にまず泡立たせます。で、剃ったら泡がなくなるので、場所確認のためにもしっかりと泡を行き渡らせます。続きまして使う僕のお気に入りアイテム、ジレットの5枚刃のカミソリ。これがマジで一番いい。いろんなやつ試したけどこれが一番いいです。剃りやすいし痛くないんですよ。もう痛くないっていうのが一番。まず大体いつも横からここの真ん中をスタート地点に立てて、こっからこう横前で横前っていう感じですね。横前っていう感じで剃っていきます。やっぱスキンヘッド講座大切だと思うので、まず横をこんな感じかな、まず真ん中に入れて、でそっから刺し込んで、こうこの音聞こえます？剃れてる感じで、こう一箇所のところを何回も綺麗に優しく剃っていく。で下ろしていきますね。でそうするとこう綺麗に剃れてるんです。わかります？このさ、次この横剃れて、でこのまま揉み上げまでいきます。でその次一回真ん中いきます。でこうですね。次こっからこの間を剃り上げていくっていう感じです。この時も一気に剃り切るって思わずに、ちょっとずつ攻めていくっていうのがポイントですね。いいっすね。で剃る時はちょっと顔を動かしながら、なんかわからんけど顔を動かしながら剃ると剃りやすいです。見てください、この差わかります？で差を見せますね。こんな感じですね。2日間ぐらいでこれぐらいの差が、3日間かで、これぐらいの差が出るっていう感じです。完璧に綺麗に剃れてますね。まあ、あの髪取りマジでいいっすよ。体が冷えないように、一緒なものとマジで高い方がいいっすよ。次こっち側剃りたいと思います。でもう一回同じようにサイドから入れていく感じです。でいつもはここら辺もテンポよくやっていくんで、細くするとね泡が目に入っちゃうので気をつけてください。顔の前の方が剃れました。じゃあ次ポイントの後ろ、この後ろがむずいですよ。やっぱりこう持ってもらって、もう何やろ、箸みたいな感じですね。箸みたい、さっきまではこう持ってる、力強くヒュッ、髪を剃り切るぞっていう気持ちを持って横から向きました。
次は手でお箸みたいな感じで持っていただいて、でこれを後ろの真ん中からいきます。次は真ん中から下に沿っていきます。これは、こっちの手で髪沿って、でこっちの手、こっちの手で髪の毛がまだ生えてる部分を確認します。でこうやって先にこいつを先導させて、あ、ここ生えてるなって分かったらこいつをこう生かします。サイドがやっぱちょっと気をつけないと危ないんで、あとちょっと残ってるんで、サイドの部分と後ろのあと調整と真ん中の部分をあとは綺麗に仕上げていきたいなと思います。サイドがやっぱスキンヘッド初心者の人は注意なんですけど、サイドってここの部分の接続の部分の皮膚が弱いのか分からないですけど、なんか血出やすいですよ。でここを安物のカミソリでやったりすると結構血が出ちゃって、だからねこのカミソリは結構エアク使った方がええという、ここですね、この時に結構血が出やすいんですよね。初心者あるあるだと思うんですけど、スキンヘッド初心者あるある。最後ここつむじのところが一番生えてるんで、でここにしっかりと、これの時は一方向から、同じ方向から沿ってるとつむじってやっぱ反りきれないんで、いろんな方向から沿ってあります。最後に一回洗います。でその時に手で確認します、生えてないとこないか。で大体あるあるなんですけど、これスキンヘッドしたことある人なら分かると思うんですけど、大体ここら辺にちょっと剃り残しが残ってるんですよね。多分見えないと思うんですけど、ちょっとした毛が残ってるので、スキンヘッドはもう綺麗なものなんで完璧にしておきたい。あ、いい感じいい感じ、はい、完璧完璧、合格合格。これだと最悪泡なくても剃れるんですよ、このジレット。これエグいですよ、これ案件じゃないですよ、坊主に案件誰が踏んねんっていう感じです。これはまたヒゲ剃り用なんですけど、スキンヘッド用にもなります。はい、綺麗になりました。見てください、比較してみてください。すごい好意を持ってくれ
れて好きだって言ってくれた人はもうマジじゃないですか。マジの自分を好きになってくれて相当好きだなと思ってて、それってなんて言うんだろう、見た目とかで選んだものじゃないからマジでいいなと思って、ハゲのメリットでかいと思います。もうめっちゃいいし、もうやるしかないっていう感じですね。で今回ハゲにしてみたい、でもただの坊主じゃちょっと気が済まない、スキンヘッドに私はしたいんだという方のために、スキンヘッドの仕方というものをお伝えしました。まあポイントとしてはまずはシャワーの温度をドワッとやると、でその後ボディーソープで頭を4つに分けると、でまずはここの領域から攻めていく、で次ここの領域で、そこから後ろを攻めていくっていう感じですね。で最後調整して、でこうやってバーッとやって、で反り残しのところを剃っていく、で前の方を剃るときは力強く持つ、後ろの方を剃って持つっていう感じでいきます。でポイントはこうやってこっちの手で確認しながら剃っていく感じです。いいっすね。で気持ちいいわ、テンション上がってます。もう注意が昼間でした。急にもう気合い入れたら、ね、踊れない環境を作ろうっていう、髪の毛一回剃ってしまったらいい感じに伸びるまで男の子だったら半年ぐらいかかるんで、スキンヘッド一回だと逃げられない環境に追い込みます。坊主でダラダラしてるやつってそんなんいないじゃないですか。もう激出さないと坊主したらもう頑張るしかないし、もう一回なんかやっぱダラダラしようって言うと半年間ぐらいきつい時間なんで、もう後に引けないっていう状況を作ります。超おすすめです、スキンヘッド。